そろそろテートに着く頃か。ああ、どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもブロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か。防衛機能段階4を発動。全ての出入り口を封鎖します。進め、止まんな。わってるよ。ぶつかんなよ。わってるって。今どこを走っている？トダルか。線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。ここまでか。十分。
じ。ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ、いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。準備完了。俺が下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。ここねえな。他当たるか。
よよし、休めそうだな。誰であってもハンターとして昨日からレスタルムは誰であってもハンターとして受け入れたい。出身や技量を問わず募集をかけたいと。ええ、今は何よりも人手が必要でして。でもハンターというのは危険な仕事ばかりなのではという意見もありますが。いいえ、危険を報告してくれるだけでもいい。それもまたメルダシオの人間の役割です。いきなり命を落とすような任務には就かせません。最初は町の警護から。近所を守るつもりでいいんです。なるほど、まずは軽い仕事からなんですね。昨日からレスタルムは世界の人々の避難所になりました。だから帝国の人もアコルドの人も誰が来てもいいんです。警護の要請はメルダシオ協会にすぐ連絡を。ハンターを派遣します。無理はしないように。そしてレスタルムの人々にお願いします。避難。これでエレベーターまで行けるか。
や、静かだな。誰もいねえのか。なんだよ、人いなさすぎ。ずいぶん無防備だね。友達見つけられるかな。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。気をつけて進んだ方がいいよ。走るしかないな。こりゃ大変だ。しょぼい魔法しか使えないんだっけ。しくねえか。
くないだこいつはどこ行ったんだ。なんだか順調に進めてるね。おい、プロンプト、止まれって。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは1です。あれ、この機械鍵のレベル使えそうじゃん。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。プロンプト、そろそろ危ないかもね。
ロクト、助けて。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。いい仕掛けだったでしょう。間違わなかった？本当に本物じゃなかった？心細くって泣きそうって顔だ。
君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。動かすやつ探してこねえと。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。見つかっちゃったよ。何やってるの。
よくやったね。これはプレゼントだ。なんだ。どうもな。ちゃんと受け取った。倒してもらおうぜ。気をつけて進んだ方がいいよ。何か聞こえるね。何かあるんだよ、きっと。
煙どっから出てんだ。ほら、忠告してあげたのに。だんだんひどくなってんな。止めねえと。すまんないなThank you.
解除レベルを4に更新しました。レベル4までの扉の開放に有効です。仲間がいないと随分頼りないね。電源が落ちた？ああ、今度の電源探しか。何か聞こえなかった？一人だとちょっと怖い？これで少しはマシか。
よっ。え？帝国の死骸研究って結構進んでてね。まあ、俺が進めさせたんだけど、ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。何？王様、頭を使いなさい。
ねえ、死骸の元って何か知ってる？なんて、知らないから殺せたんだよね。彼らね、元は人間、動物、自然の生き物たち。病気になったら消えるってなんだよ。誰であってもハンターとして受け入れたい。出身や実君らが目の敵にしてた魔導兵ってさ、ここで生まれた子供たちを犠牲にして作られた。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。かわいそうにね。意志もなく戦ってどっかの王様に切られて死んじゃって。どう？もう魔導兵と戦えなくなっちゃった。
よくできたね。あ、そうだ、面白い情報、プロンプト君。この町の出身だって知ってた？あんなさ、いかにも大男が。意外だね。なんか流行りまくってんじゃん。なあ、患者はどこ行ったんだ？解除レベルを5に更新しました。レベル5までの扉の開放に有効です。何入ってんの？やだ。
たら存在感あんな。嫌な感じ。ここが動くのかよ。上とつながんのか。さてどうなっちゃうかな。侵入者を確認。待機中の魔導兵を起動。なんだって。何かこいつらかよ。わふるのか。仲間はどこだろう。君を置いて逃げちゃったのかな。解除レベルを6に更新しました。レベル6までの扉の開放に有効です。裏切られても落ち込む。お友達だって命が惜しいんだ。仲間がいないと随分頼りないね。よっ。えい。ほっ。
너 이따이 지니소? 네. 間違いなく罠の中。また罠か。大した痛みじゃないだろう。ほら動け。早くしろよ。のんびりしてないでさ。やべえぞ。グラディオ、動力を切れ。近くにあるはずだ。んだって？おそらく俺たちはそのために案内されたんだ。無事だったか。お前らどうやって来た？まずは礼だろ。ああまあ、お前とはぐれた後助けられて無条件でここに。完全に遊ばれてるぜあいつによ。それよりプロンプトを探そう。よかったね、従者たちが戻ってきたんだ。仲間がいるっていいね。幸せそうだよ。早くもう一人を助け出せるといいね。ここは使われてんの？ってことは誰かいる。やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。
おい、壁か。怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃ、するだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは6です。待ってよ、武器ないと困るでしょ。ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。魔導兵さん、同じのあったろ。俺のとかもな。よく見てねえけど。ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。ま、確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。
成功。動作は停止したようだな。ノクト、力は戻ったか。おい、試してみろ。わかった。しゅ。戻ってきたな。一安心だ。行くぞ。ノクト、指輪したんだね。まあな、武器取られるわ、仲間は誰もいなくなるわ。一人でも戦えんのがいねえとクリスタルも探せねえし、お前ら守ったり助けたりもできねえだろ。晴れてようやく王様が。伏せろ。だがその意味は重いと思うが、ノクトが、まあ、武器は取り戻したからな。お前らもちゃんと戦えよ。しないでよ。レガリアはどこに置いてきたの？外っていやいいのか。動かなくなってしまってな。最後まで俺たちを守ってくれたよ。全部ね。泥棒みてえな言い方だな。開けないよ。ビグスとエッジは脱出できただろうか。何かあったの？手前でちっと襲われてな。生きてる。絶対また会える。エレベーターはどこだ？
そが世界の王に。よし、エレベーターに行こう。いよいよ大詰めか。格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。安く人を死骸化させるとは。おい、気をつけろ。これならまだいけるか。一人ならクリスタルにたどり着けない。
仲間をここに置いて、なんだ。格納庫を封鎖します。ゲートから離れてください。クリスタルまであと少しなのに。仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ急げ。クリスタルの力を得るなら全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だった。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。泉谷は誰のせいだったか。ノクト、みんなお前を殺しても意味がない。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルの手、その力ごと王を放棄するのが俺の望みだ。早く帰ってくれ。おい、みんなと遊んで待ってるから。
力を求めよ。選ばれしよノクティス、聖石の力を蓄え真の王の力を得よ。それが我剣神バハムートの啓示。
は満ちた。偽りの王が待つ祖国へ向かうがいい。そして玉座にて最後の使命を果たすのだ。ハンマーヘッドで待ってる。Thank you.